こんにちは。今回はボイスボックスのモーフィングって何なのか気になったので、ちょっと試してみました。モーフィング機能は、最近ボイスボックスに追加された機能です。使っているキャラクターに別のキャラクターの音声を混ぜて、別の音声を作り出すことができます。モーフィング率は、で指定して0、0%に近いほど使用しているキャラクターの成長が強くなり、100%に近いほどモーフィングに使用しているキャラクターの成長がメインに混ざる割合が強くなります。 今回は諸事情を兼ねてアメハレハーさんの音声でモーフィングのテストをしてみましたよろしくお願いしますそれでは少しずつ比較していきますまずは0%からですこれは特に必要のない比較ですが元にしている音声として参考程度に出します私はアメハレハーです声モーフィングしてみました以上がモーフィング率0%です比較したり聞き直したりしたい場合は再生位置の変更を言ってください次は モーフィング率25%です。これでもまだ元の成長が残っていますね。それでは、モーフィング率25%いきます。私はアメハレハウです。声モーフィングしてみました。まだまだアメハレさんの声が強いですね。次は、モーフィング率50%です。ここで元になっている音声とモーフィングに使っている音声が半々になります。それでは、どうぞ。私はアメハレハウです。声モーフィングししてみました。使用しているスピーカーによっては、 ままだわかりにくいいと思います。アメハレさんの成長自体が元から強いっていうのもあるかもしれません次はモーフィング率75%です早速いきましょうか私はアメハレハウです声モーフィングしてみましたちょっとだけ元のアメハレさんから変わったでしょうかちなみに OS ボックスで一通り聞いてみたのですが作成した環境では100%以外でははっきりと変化がわかりませんでした最後にモーフィング率100%です モーフィング音声に成長が完全に寄っているのでいつもと違うかもしれませんそれではモーフィング率100%です。どうぞ。私はアメハレさんを残しつつメイメイさんの声が混ざっている感じに私は聞こえましたということでモーフィング率 0%25%50%75%100% と比較して再生しました。 アメハレさんの声が元から強いのか作成環境での主張が悪いのか分かりませんがモーフィング率100%以外でははっきりと分かりませんでしたちなみにモーフィング機能は一部のキャラクターには使えません例えばズンダモンさんやメタンさんにはこの機能は使えませんモーフィング音声としても使用ができなくなっています今回は今後のための試行段階としてアメハレさんをベースにしたので他の音声では試していませんもしかしたら女性と男性でモーフィングしたら キャラクターによっては面白いことが起きるかもしれませんね。今回はここまでです。それでは皆さん、ごきげんよう。